こんにちは、ハイジーです。というわけで始まりました、名店の空気感がバンバン出ている町中華に入ってみようのコーナーでございまして、本日は鳴瀬駅、 JR 鳴瀬駅近くにあります万寿園さんという町中華でございます。一見ね、整骨院の看板が目立っちゃってるんですけども、奥に中華料理ののれんがあります。のれんがそよそよなびいておりまして、中華料理万寿園さんと書いてありますね。ではちょっと入っていきましょうか。ごめんください、はい、一人ですけど大丈夫ですか？はい、貸し切りでいいですよ。いいですか？店内はもう名店の空気感バンバン出ております。めちゃくちゃいい雰囲気で、宝田明さん、はい、来られてたんですか？はい、え、宝田だよ。これお母さんと宝田明さん。そうです。あと、うちの妹。すごい。このメニューとかもどうなんだろう。とにかくいろいろありますね。定食系もやっぱりバッとありまして、お母さんが一人で切り盛りされてるお店なんですけども、この席数でむちゃくちゃな数のお客さん来ても一人で回されてるそうでございます。ぐっと来ちゃいましたのはこちら、ご覧ください。いつもありがとう賞、中華のおばちゃん、いつも美味しいチャーハンをありがとう。僕は世界一のチャーハンが大好きです。これからもずっと美味しいラーメン、から揚げ作ってください。ちょっと後半、あれ、チャーハンって言いながら後半がラーメン、から揚げって言ってますけども、ちょっと話変わってきましたけれども、世界一のチャーハンって言うんだったらこれ注文しましょうか。そして今チャーハン注文しましたら、煮物食べるって聞いてくださいまして、いきなりなんかサービスとかも出てくるんだ。この近くにね、小川高校っていう高校もあったりして、学校帰りの子たちがね、ガツガツ食べに来たりする。その子たちもサービスとかして、まあ大人気ということだそうです。そんでお母さん曰く、化学調味料を全く使わずに自分でそこから作るということでございまして、いただきます。わあ、嬉しい。お待ちしておりました。お伝えします。うん、味しみしみで甘くて美味しいです。そう、はい。うん、うん、これちょっと食感むっちりしてるのとかすっごく美味しいですね。美味しい。そう、まだあるよ、食べてって。これ一旦ボイルして油っこいのを飛ばしてからまた煮るんですって。で、かつおだしで食感にまでそれが行き渡ってて美味しいな。じゃがいもゴロゴロじゃん。いただきます。ではスープの方から。スープは何杯でもおかわりできますか？スープおかわり自由なんですか？スープ何杯でもおかわりできるんですか？どんだけいいお店なんですか。色の濃いスープでネギが浮いてますね。こちら美味しい。あ、うん、ただの中華スープじゃないぞこれ。なんかね、ガッという押しがないけれども、どん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 舌の上をいろんな複雑な味わいが広がっていく。苦味なんかもあったりして、美味しい。チャーハン超期待できるじゃん。ではチャーハンいきますけども、別に大盛りとかで注文したわけでもないので、盛りはねそんなにめっちゃあるってわけじゃないとは思うんですけれども、あ、お肉とかガッて出てくるんですね。あらららら、あら美味しそう、あら美味しそう。珍しいね、チャーハンの中にこういったお肉が入ってくるって。これも美味しい。チャーハンの自体の食感はちょっとむっちりしながら、結局だから化学調味料を使ってないというお母さんのこだわりもあるんですけども、一口目の最初のインパクトが強烈とかっていうわけじゃなくて、じんわりじんわり、うまっ、あ、うまっってなってくるやつ。いや、これ何、至って薄味でありながらどんどん癖になってくる。なんだこれ、味のしょっぱさとか濃さで勝負してんじゃなくて、じんわりずっと美味しいってなるこの感じ。そう、バラ肉が入ってるのも珍しいな、この形でバラ肉が入ってるのが珍しいなと思って。
いやいや、あのチャーシューをね、はい、チャーシューを切って、そうですよね、はい、うん、それだとうまくないじゃん。すごいこと言いますね、斬新ですそれだとうまくないじゃんって、なんかすごいな。ここのお母さんが新宿の東京大飯店で働いてらっしゃった方で、その時に教えてもらった技術とかもここに詰まってるんですって。結局チャーハンも並盛りの中では量多いですね。結構減らないですよこれ。素敵だな、うん、いや食べれば食べるほど不思議なチャーハンだな。でさ、やっぱ僕普段とかね、後半は胡椒とか足してみたりとかして、味をまた濃くしたりとかってする作業もしがちなんですけれども、これね、濃い味とかでもないのにそれしたくないというか、しないでいいやというか、このままでいさせてというか、今日泊まっていっていいみたいな、そういう気分にさせるような、ずっと一緒にいたくなるような味わいかな。ごちそうさまでした。お会計お願いします。770。どうですか、うちのは。美味しかったですよ、もちろん。バナナ食べます？バナナ、うん、大丈夫です、バナナは大丈夫急にバナナ今バナナいっぱい買ったのよ。というわけで食べてまいりました、まんじゅうえんさんのチャーハンでございますが、お店の外観からもちょっとグッとくるような雰囲気漂わせておりまして、店内の空間も素敵、しびれましたね。で、お母さんの優しい雰囲気も含めて全部なんかいいなっていう、壁に貼られているあの文言からの世界一と言わせるチャーハン、それがまた優しいお味でたまらない体験となりました。本当に美味しかったです。もしよかったら行かれてみてはいかがでしょうかっていうのもありますが、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、ゆいがさんからのコメントで、尺八を吹きながら食レポって難しくないですか。そんなことしてませんよ。このピロ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 尺八を吹きながらね、食レポしてるわけじゃなくて、これ顎です。顎が長いから尺八に間違えられてるだけです。ヌコムさんからのコメントで、目が痒くてたまりません、ハイジーさんの動画を見たところ、今度は鼻水が止まらなくなったので、多分ハイジーさんは花粉の類だと思います。どうしてそういう見解になった？もし僕が花粉の類だったとしても、動画の画面を通してそれをお伝えすることはできないはず。高野さんからのコメントで、こんなに食べるのになんで顎長いんですか？関係ある？顎の長さと食べる量。じゃあいっぱい食べる人は顎短くなるっていう理屈なの？よくわかんないけど、お腹が出っ張っちゃう代わりに顎引っ込むのかな？だとしたらもっと食べたいんですけど。ジューンドットさんからのコメントで、友人が一輪車を買いました、その報告はねなくても大丈夫かな。いろんなことを皆さんが普段のね気づきの中で言ってくれるのは嬉しいんですけども、ジューンドットさんが買ったわけじゃなくて、友人が買ったんだもんね。お友達が買って、その一輪車がこんな形してましたとか、一輪車を買って一緒にね、僕の自転車とツーリングしたところ、こんな事件が起きましたとかいうのが起きた時にコメントもらえたら嬉しいかもしれない。今のところ買っただけだから。カツキーツバイさんからのコメントで、ハイジーさんのコメント欄、7割がネタコメ、3割が動画の感想コメ、これって餃子にタレ作る比率に似てるね、伝われとおっしゃってますが、本当にもうコメント欄がもうカオス状態にいつの間にかなってます。毎日毎日目を通させていただくのが楽しくて仕方がありません。皆さんありがとうございます。ただ7対3だったんだ、真面目なコメント3だったのね。もう皆さんもっと軽い気持ちでコメントしてくれていいのよ。毛玉のラッキーさんからのコメントで、おにぎりわんこさんは有能なんです。何これ、だからもうわけわかんないコメント、だから7割の中のこれ1個で、もう7割のこういうのばっかりの、何これ、もう水と陸の割合の水の方だねこれね。おにぎりわんこさんが何者なのかっていうのと、どう有能なのかもうちゃんと教えてください。きよののさんからのコメントで、
最近スランプを感じています。もっともっとパンチのある変コメを。しばらく旅に出ます。 PS 探さないでください。何これ。だからいいのよ普通で。だから7対3のうちの3の方も僕大好きですから。今日こんなことがありましたとか、暖かくなってきましたねとか、今日の動画すごく楽しかったですとか、みんなで見ましたとかいうコメントももちろん励みになりますから、いいのよ。おにぎりわんこさんが有能かどうかっていうコメントとかも楽しいけども、ストーマちゃんさんからのコメントで、叶わない恋を追いかけるのは楽しいのに、叶ってしまうと冷めてしまうのはなぜですか。これはどっちだ、どっちだ。7対3のうちの